クリス・シムズはニュージャージー州リッチウッド出身のアメリカンフットボール選手。現役時代のポジションはクォーターバックでサウスポー。父親はニューヨークジャイアンツで第21回スーパーボール MVP となり現在解説者のフィル・シムズ。弟のマット・シムズもクォーターバックで2012年ニューヨークジェッツとドラフト外で契約を結んだ。ニュージャージー州の高校に進学した。 彼はアメリカンフットボールとバスケットボールを行った。アメリカンフットボールで彼はニュージャージー州の最優秀選手に2度選ばれ、3年時の1998年 USA Today より最優秀攻撃選手に選ばれた。当初テネシー大学へ進学することがほぼ内定していたが、テキサス大学オースティン校に進学、1年時の1999年は1試合に先発。 二年次の二千年には五試合及び、ホリデーボールに、先発。三年次の二千一年より、エース q B となり11試合に先発した。四年次の二千二年には13試合に先発出場し、デーブ・オブライエン賞のセミファイナリスト、ビッグ12カンファレンスサードチームに選ばれた。四年間でパス7,097ヤード、58、タッチダウンを上げて26勝5敗の成績を、 残したが、ビッグ12カンファレンスのライバル校である、オクラホマ大学戦に2年連続敗れたり、ネブラスカ大学とのカンファレンス優勝決定戦で3、インターセプトを喫するなど、重要なゲームでは勝てない、精神面が脆いというレッテルが貼られた。2003年の NFL ドラフト3巡目で、タンパベイバッカニアーズより、ドラフト3巡目で指名されて入団、この年のアメリカンボールで来日している。 1>, 1年目は、ブラッド・ジョンソン、ショーン・キングに次ぐ、第3 q B であり、出場機会は与えられなかった。2年目の2004年も、ジョンソンとブライアン・グリーシーに次ぐ、第3 q B でスタートしたが、プレシーズンゲームで不満足な成績に終わった、グリーシーに代わって、第2 q B に昇格した。9月19日のシアトル・シーホークス戦で、不調のジョンソンに代わって、第2級途中から出場した。 彼はパス32本中21本成功175ヤードを獲得1インターセプトの成績であった。開幕戦から4連敗となった10月10日のニューオーリンズ・セインツ戦で初先発したが開始早々肩を痛めてパス8本中5本成功75ヤードにとどまり、その後3週間欠場した。この間先発 QB はグリーンシーが務め3連勝。 怪我から復帰したシムズはグリーンシーに次ぐ第 2QB となったもののシーズン最終戦のアリゾナカージナルス戦まで先発出場は果たせずその試合で224ヤードを獲得1トッチダウンにインターセプトであった2005年シーズンはグリーンシーに次ぐ第 2QB としてシーズンを迎え10月16日のマイアミドルフィンズ戦終盤ザック トーマスのヒットで足を骨折した後、出番が与えられた。これまでオープンとなったレシーバーを見逃したり、相手ディフェンスのカバレッジの読みが悪く低調な、パフォーマンスしか見せることのできていなかった。彼は、翌週のサンフランシスコフォーナイナーズ戦、カロライナパンサーズ戦で、まずまずの成績を上げた。ワシントンレッドスキンズ戦では3本のタッチダウンパスを、決めて36から35と勝利。 同地区のライバル、アトランタ・ファルコンズから2勝を挙げ、ロードでのカロライナ・パンサーズ戦でも勝利した。シーズン後半は、前年の第39回スーパーボールチャンピオン、ニューイングランド・ペイトリオッツ、守備1位のシカゴ・ベアーズには、敗れたもののこの両チームから11サックされたものの、インターセプトはゼロであった。この年彼はチームを2002年以来3年ぶりに、 プレーオフに導きワシントン・レッドスキンズに10から17で敗れたものの翌2006年にはさらなる飛躍が期待された。2006年開幕から2試合、ボルチモア・レイブンズ、アトランタ・ファルコンズを相手にパス82本中45本を、成功446ヤードを獲得したが0、タッチダウン、6インターセプトに終わった。彼の不調によりチームは、 開幕2試合で3得点しか上げられなかった。9月24日に行われた第3週、カロライナ・パンサーズ戦の第2級に彼は、ハードヒットを受けて倒れた。その後ゲームに復帰し0から17と、リードされた試合を21から20と一時は、逆転させたが試合終了間際に、相手 FG が決まり24から26で敗れた。試合終了後の検査の結果、 秘蔵的出術を受けてシーズン絶望となった。シーズン開幕前に1年210万ドルで契約していた彼は2007年にはフリーエージェントとなる予定であったが2006年12月に2年の延長契約を行った。翌2007年のミニキャンプの結果、ジェフ・ガルシアがエース q B となり彼は控え q B となることになった。1試合も出場しないまま10月9日、 故障者リスト入りしてシーズンを終えた。2008年のミニキャンプで彼は第5 q B という扱いになり、プレイタイムは制限されたものとなり彼はジョン・グルーデンヘッドコーチに対する不満を漏らした。8月30日、彼はバッカニアーズから解雇されボルチモア・レイブンズのワークアウトに参加したが、契約は結べなかった。9月9日、ビンス・ヤングが故障した。 テネシータイタンズと契約を結び、10月3日にパンターの女子ミラーと契約するため、一旦チームから放出されたが10月6日に再契約を果たした。シーズンオフにフリーエージェントとなった、彼は2009年3月4日、デンバーブロンコスとサインボーナス150万ドルを含む2年で600万ドル契約を結び、カイル・オートンと先発 QB の座を争ったが、控え QB となった。 ワシントン・レッド・スキンズ戦で負傷したオートンのリリーフをしたが、パス13本中3本成功、13ヤード獲得、1インターセプトの成績に終わった。11月22日のサンディエゴ・チャージャーズ戦で、先発出場したが、第2球にはオートンと交代させられ、パス4本中2本成功、10ヤードの獲得に終わった。シーズンオフ、ブロンコスには、 ブレーディクイーンが加入し2010年3月15日にチームから解雇された。4月、テネシータイタンズと1年契約を結んだが、7月1日、ニューヨークで飲酒運転及びマリファナの所持で逮捕され開幕前の9月4日ロースターからカットされた。その後、ビンス・ヤングが故障者リスト入りしたため、11月22日にタイタンズからラスティスミスの控え QB として、 呼び戻された。ありがとうございます。